今日はジョイジスさんからポータブル電源の商品提供をいただきました。夏に船で扇風機をつけようと思ったんですけど、直付けすると何回ね、なんていうんかいな、あれ電圧変えるやつ、なんていうんだったっけ、流れでもコンバーター、インバーターをインバーターを買ったら高いんですよ。5万ぐらい、設置に3万から5万で、マキタのあの YFR の27の時にマキタの扇風機バッテリー付きの、それを買おうかなと思ったけど、本体が8,000〜9,000円、バッテリーがマキタ純正だったら高いんですよ。で、充電器も高いで、結局2万から3万の間になるんじゃないかって思った時に、一瞬これが、まあ、要は最近みんな持ってるんで、キャンパーの人とかがで気になっとったけど、これももう高いです。そしたらちょうど提供の話が来て、もう即決で今に至ります。 BR500、 多分 500W までいけるってことだと思うんですけど、ちょっと開けてみましょう。ちょっとすごいな、こんなのを提供してくれるのか。これ多分船でも使い勝手がいいし、おかっぱりの人も多分これあったら便利なんじゃないかなって思いますね。これはこんな感じ、これがポータブル電源、薄くて軽いですね、これね、コメちゃんもどうですか。あ、乗ってきましたね。あ、いいね、これ。お、踏ん張れるか、危ない、危ない。はい、3ヶ月保証。あ、結構重いかと思ったら、結構、何キロだろう、これ5キロぐらいかな。釣りの電動リールのバッテリー持ってるんですけど、そっちの方が重いような気がする。まず付属品から、充電ケーブルね、これ充電ね、最初に、まあ、こんな感じで、あら、どこまで、ね、ちょっと待って、早い、これ早い。説明しますね。バッテリー残量、この真ん中が使用時間51アワーじゃけ、待っとる状態で51時間、で刺したら多分これが減っていくはず。で、これがこの今待っとる間に使っとる電力 8W。 ここに刺します。家庭用のコンセントに挿します。これ、ね、あ、充電されだしたね。で、今度この下、ここはシガーソケットで、これ使うときはここ長押し、ここ押しますね。ちょっと始めよう。さあ、充電が始まりました。9W で、まあ満タンじゃないけど、あと45時間。じゃあとりあえず扇風機使ってみましょうか。このまんまつけてみます。扇風機マックス使って 9W じゃん、結構使えるね。扇風機で満タンでやったら50時間ぐらい使えるんじゃない。車の中で寝るときにクーラーで寒い、あのテントの中でサーキュレーターとかも多分こんなもんだろうけどね、出力が2日間ぐらい使えるね、扇風機だけで。この置くだけで、ここに置いたら充電していきます。これ暗いところもこの横に LED がついとってこんだけ明るい、使いながらでも 16W じゃけ、これがあれば相当テントの中も明るいじゃん。で、こっちになったら今度はまたこれ SOS ランプ、これも長押し、これは通常ね、ここで多分こうやって結構明るいと思うんですけど、ごめんちゃん、後でやってみようか。3種類。これ 500W なんで、どこまで使えるかちょっと試そうと思って、プレステ4をちょっと立ち上げてみます。プレステの電源をまず、ここに挿します。
で、テレビをつきます。まあ、つきますよね、これで。33W。できるね。こんな感じで普通にプレステができますね。これで、で満タンにしたら多分20時間ぐらいかな。30W 弱。こんな感じでできます。まあ、プレステ1000でやろうけど。で、次は 900W オーバーパワー。やってみようと思います。ちょっと挿して、ここね、W。もう122、247、265、273。俺限界だって言って、ゼロになります。はい。そんな感じですね。おかっぱりだったらなんかね、ライトもついてるしさ、冬だったら電気毛布。電気毛布は多分、何ワットだっけ ?30 ワットぐらいしか使わんけ、多分、長いこと使えます。自分らはこれにサーキュレーターを買おうと思ってます。結構強いやつがいいくて静かなやつが欲しいので、ほんまこれあったら、調光行くたびにつけっぱなしでも多分なくならないんで。で、これプラスここのなんか、DC ケーブル。これを直接、さっきのね、付属の分で挿してやるパターンと、ここにソーラーパネルを挿して、太陽の、で、防災になるね。電気がなくても充電できるようにソーラーパネルをやるパターン。あと、ここからシガーソケット、車のシガーソケットに挿して、車からここに充電。で、車の中でも充電できます。で、こっちの C のコードで充電パターン。で、こことここで充電できますね。で、ここは出力だけ。で、さっきウィーンって言った冷却ファンね。電池が45度以上になった時にファンが回転します。で、使う時に空間をみっちりやらずに、ちょっと間を空けてくださいって、電化製品だったら当たり前なんだけど、それも気にして使ったらトラブルなしでいけますね。まあ、あと防水じゃないらしいので、雨とか湿気にはちょっと気をつけて。今日船でレビューしようと思ったんですけど、ちょっと雨がすごいんで、今日は室内でちょっとレビューしてみました。これ今まで使っとった GoPro なんですけど、船の上ってすごい暑いけ、結構止まるんですよ、熱暴走して。で、今の新しい GoPro も熱暴走でやっぱり止まるんで、クーラーボックスの中にこう入れたり、で、あと風が吹いとったら結構熱暴走しにくいんで、こう表面が冷たくなって。んだけどもう、言うたら、これに扇風機刺します。で、当てます。で、さらに、ここから充電もここから取りながら、充電しながら扇風機当てながらやれば、もう無限にずっと取れるんで、すごい便利だと思います。で、それで、今回これをもらえて、すごいありがたいです、本当に。じゃあ、GoPro、熱暴走ならんようにサーキュレーター、もう、ここもうるさい。熱暴走対策にサーキュレーター当てながら、充電しながら、で、充電もいっぱいあるけ、気にせずできるし、で、車でも充電できるんで、もう家に持って帰らんでも、船から車に置きっぱなしでもいいし、まあ、船に置きっぱなしは多分しないんで、この持つサイズも全然、ほんまに、男の人だったら全然楽勝なぐらいの重さなんで、ぜひ、ご検討。いろんなポータブル電源出てますけど、使いやすさで言ったら、いい方だと思います。思ったより、軽い。思ったよりも配線がいっぱいある。で、分かりにくいかなと思ったけど分かりやすい。で、こちらタヌキですね。新種のタヌキです。ブッチャにすると思います。ブッチャ。ブッチャ。こちらの商品を Amazon で検索したところ、取扱い開始が2021年の3月31日からとなっていました。この動画を作成しているのが同じ年の8月なので、5ヶ月しか経っていませんが、口コミも上々のようです。今なら7000円引きのクーポンでお得に購入ができます。ちなみにアメリカのアマゾンでも検索してみたのですが、こちらの取扱い開始日は2020年12月23日からになっていました。レビュー数は100件を超えており、こちらでも高い評価を獲得しているようですね。ジョージスさんのBR500 活用させてもらいますね。そして最後にじゃあうちの猫の特技を見せて終わりにしようと思います。今日は。コメちゃんお手。はいね。はいこっち。こっちでいい。こっちだけ。じゃあこっちだけでいこうか。はい。チュールが好きすぎてですね。こっちができるようになりましたね。これ皆様からご寄付でいただいたチュールが自分も寝る前に一本いただいております。止めて。はいごめん。お手は、反対も行きましたね。
お手ができるね、これ。はい、反対。はい、反対もできる。えらいね。じゃあもう一回ちょっと、おかわり、おかわり。はい、もうやっとった。お手とおかわりできる。ちょっと左手で、右手のお手刺して、左手でおかわりさせて。はい、ごめん。ごめん、逆。ごめん、お手、逆。お手。はい、お手。はい、おかわり。はい、えらいね。えらいね、ごめんけん。すごいですね。ごめん、お手は。お手。お手、お手。適当ですね。あ、お手。はい、はい、はい、適当ですね。もう雑な。雑になりました。もう終わりましょう。じゃあ、最後に、この、コミちゃん終わり。ありがとう。バイバイして。